痩せる食材の組み合わせについてお伝えしていきます。20代の頃と比べてなんだか年々痩せにくくなってきたなと感じることってないですか？そこでこの動画を最後までご覧いただきますと、その食材の組み合わせを変えるだけで痩せやすい体になることができるんです。その方法について詳しくお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントです。食べ合わせなんですね。この食べ合わせがすごく大切なんです。それはなぜかという理由についてお伝えしていきます。代謝しにくいからなんですね。これはどういうことかと言いますと、あなたのその食べ物の組み合わせが悪いと、その食べたものがうまく代謝ができないんです。で、結果溜め込んでしまって太ってしまう、まあ、そういうサイクルになっている可能性があるんですね。で、逆に言えばあなたのその食べる組み合わせが代謝がしやすい組み合わせで召し上がってらっしゃれば、どんどんエネルギーとして効率よく代謝してくれて、結果体内に余計なものを溜め込まずに済みますよということなんですね。ではここからどのようにその食材を組み合わせれば食べたものがしっかり代謝されて溜め込まずに済むのかというその方法を具体的にお伝えしていきますね。3つあります。まず1つ目、もう太ると言われればですね、代表格の糖質ですよね。この糖質というのは、まあ、炭水化物のことなんですけれども、主に、まあ、菓子パンであったりケーキであったりパスタみたいな、そういった、まあ、糖質が、まあ、こうたっぷり入っている食べ物を、その例えばそればっかり食べてしまうと、もうかなり太ってしまうわけなんですね。もう塊ですから糖質も。その時に例えばお昼ご飯をおにぎりだけとかパンだけとかパスタだけということをせずに、ビタミン B1 とセットで摂ると、あなたが摂った糖質がうまく効率よく代謝されてエネルギー化されて溜め込まずに済むわけです。ではこのビタミン B1 を多く含む食材をご紹介していきます。糖質を食べるときにプラスで摂るビタミン B1 は、玄米、雑穀米、そば、あと豚肉やうなぎなどにも多く含まれております。でまた卵や豆類、乳製品やニンニク、アーモンドなどにも含まれているんですね。なので糖質を摂るときはぜひこのようなビタミン B1 がたっぷり入った食材を上手に組み合わせて代謝を上げていきましょう。では2つ目です。脂質ですね。これもですね、その良質な油って大事なんですけれども、やはり摂りすぎては太ってしまいますよね。なので油分、脂質を摂るときには必ずビタミン B2 を多く含む食材をセットで組み合わせで召し上がってください。じゃあ具体的なビタミン B2 が含まれている食材をご紹介します。こちらです。お魚類ですよね。サバであったりサンマ、そして水溶性食物繊維、わかめなどの海藻にも多く含まれております。でまた納豆、卵、乳製品にも含まれていますので、まあ、先ほどの糖質の部分と被る部分は本当にセットで摂りやすいと思うんですね。ですから例えばこう牛肉だけとかお肉だけではなくて、必ずその時に、まあ、こういったちょっと卵を添えるとか納豆を一緒にですとか、まあ、ヨーグルトですとか、あとできればもうお野菜系を取っていただきたいので、まあ、お肉プラス、まあ、海藻サラダのようなものを召し上がると、脂質を取った時に溜め込まずに代謝を上げることができるんです。では3つ目、タンパク質です。これはですね、ビタミン B6 を多く含んでいる食べ物とセットで摂りましょう。じゃあ具体的にビタミン B6 が入っている食材ご紹介していきますね。はい、こちらです。タンパク質の中には、まあ、鶏の胸肉、まあ、このもう鶏胸肉そのものがタンパク質ですけれども、ビタミン B6 も多く含んでいますから代謝しやすくなるわけなんですね。おすすめです。でまたレバーやカツオ、ニンニク、トマト、バナナなどなどいろんなものに含まれていますから、上手にタンパク質を、まあ、代謝を上げてしっかりとエネルギー化していく、要はこう燃えやすい体にですねしていくことができます。
ですので、代謝を上げるためには食べ合わせが大事なんですよということ、ここからまとめに入ります。まずは代謝を上げて痩せるためには食材の組み合わせが大事ということ、その時に食べ合わせがあって、糖質の時はプラスビタミン B1 を含む食材とセットで、脂質の時はビタミン B2 を含む食材とセットで、タンパク質は摂る時はビタミン B6 を摂る、セットで摂る。でこのことで代謝が上がって、本当にこの食材の組み合わせを変えるだけで普通に食べていたことが変わるわけですから、もうこれはですね、ぜひ早速今から試していただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画はこのように、健康法であったり腸活をお伝えすることで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。